MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国逮捕院は、2018年10月、慰謝料請求権を認めて、自称元徴用工4人に、1人当たり1億ウォン、約900万円の賠償を日本製鉄に命じる判決を下しました。日本製鉄は、判決によって韓国鉄鋼会社ポスコとの合弁会社の株式が差し押さえられることになりましたが、日本製鉄が、いわゆる元徴用工問題は、国家間の正式な合意である日韓請求権協定により、完全かつ最終的に解決されたものと理解していると主張する通り、この問題は、55年も前の1965年の日韓請求権協定で解決済みです。韓国のムンジェイン政権が司法の判断を盾にしているのは、彼らにも国家として後ろめたさがあることの証左でしょう。日韓請求権協定に基づき、日本政府は無償3億ドル、有償2億ドルの計5億ドル、当時の韓国の国家予算の約 1.6 倍相当を韓国に資金供与し、このうち3億ドルは韓国政府から元徴用工の家族らに支給されるというのが国家間の合意事項でした。問題はここからで、韓国政府は自称元徴用工や遺族らに慰労金や保証金を支払ってきたはずでしたが、経済発展を優先させた韓国政府はこれを流用してしまっていたのです。当時のパク・チョンヒ大統領は計5億ドルの資金を流用して道路やダム建設などインフラ整備に充て、ハンガンの奇跡と呼ばれる経済成長を実現したのです。国家間の合意、約束を普通の国家として守るならば、3億ドルを原資に韓国政府が当然支払うべきものであり、日本政府や日本企業ではなく、韓国政府にこそ責任があるのです。まさに、どの口が言うのかということなのです。韓国紙ハンギョレ新聞は、12月9日付で、ムン大統領、植民地経営した国々とは異なり、我々は正々堂々と競争して貿易育てたと題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。ムンジェイン大統領が8日、貿易の日を迎え、輸出中小企業とスタートアップ企業を毎年1万社ずつ発掘し、デジタル貿易を通じて世界市場に進出できるよう積極的支援すると述べた。ムン大統領は、ソウルコエックスで開かれた貿易の日記念式で、グローバル電子商取引市場は、新型コロナを経て爆発的に成長しているとし、このように述べた。ムン大統領は、オンライン輸出は取引費用が少なく、侵入にあたっての壁も低い。グローバル市場に進出する中小企業にとって、新しいチャンスの窓となるだろうとし、政府は貿易金融から通関、法律相談に至るまで、輸出支援システムをデジタル貿易時代に合わせて全面的に改変すると述べた。ムン大統領は就任後、毎年貿易の日記念式に出席している。ムン大統領は、この日、世界経済の変化に対応すると語った。ムン大統領は、保護貿易の風も強くなる。気候変動への対応に向けた国際貿易秩序の再編議論が本格化し、非対面社会への転換が加速化されたことによって、デジタル貿易の時代も早く到来するだろうと述べた。さらに、ムン大統領は、市場の多角化を図るため、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び進歩的な協定、CPTPP への参加も引き続き検討すると述べた。ムン大統領は、国際貿易環境が急変しているが、私たちは、人を利する貿易を通じて、貿易相手国と互恵的に協力していくと付け加えた。昨年、日本が韓国を相手に、突然輸出規制に出たことに向けて言及したものとみられる。ムン大統領は、かつて植民地を経営し、市場を広げた国々とは異なり、我々は後発国だったが、自由貿易の枠組みで正々堂々と競争し、世界で最も急速に貿易を成長させたと強調した。ほんと、文在寅さんは、口だけは達者ですね。まずは、CPTPP、
いわゆる TPP11 加入に関して、2018年に韓国政府は参加表明ができず、容易に意思決定できないジレンマに陥っていました。その原因を韓国経済新聞が分析しており、対日輸入増加による国内製造業への影響で、日本は相当数の工業製品の関税がすでに無税で、TPP11 に加入すると、韓国が一方的に市場開放することになる。特に、自動車産業では、現在 8% の完成車の関税を引き下げると、日本車による国内市場侵食が進展し得ると報じていました。韓国にとって、メリットより、デメリットの方が上回るということです。そして、注目すべき発言は何と言っても、我々は後発国だったが、自由貿易の枠組みで正々堂々と競争し、世界で最も急速に貿易を成長させたという部分で、自国だけの努力で成長したかのような発言をしています。この事実は、1965年の日韓請求権協定で計5億ドルを韓国に資金供与したお金を流用したことにより経済成長をし、日本から技術支援されたことで、急速に貿易を成長させたのです。ここで疑問に感じるのが、ムンジェインさんが当たり前のようにこのような発言をし、韓国メディアは当然のごとく記事にしている点です。これは日本政府や外務省が韓国に約5億ドルの資金供与をしたことや、日本の技術支援で韓国ポスコやヒュンダイ自動車、サムスン電子などが成長できたという事実を広めなかったことが原因であり、日本政府や外務省が何も触れなかったことで、韓国が自己努力で経済成長をしたと吹聴する要因を作ったとしか思えません。それに、自称元徴用工判決に関しても、当時のパク・チョンヒ大統領が、元徴用工や遺族らに、慰労金や保証金を支払うはずだった3億ドルを流用した事実を、韓国側に言い続けなかった、言い返せなかったことが、このような事態に陥る結果になったのでしょう。すなわち、相手を説き伏せるまで、日本政府や外務省が反論しなかった、すぐに棚上げにした、見て見ぬふりをした、相手に媚び入った日本政府や外務省に大きな責任があるということでしょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この番組をご支援してくださるメンバーも募集しておりますので、ご参加していただけると幸いです。コメントや高評価もぜひお願いいたします。